で、何してんの？召喚よ。召喚？これ、着なさい。これが儀式に必要な器具で、これが招き寄せるための猫と信楽焼き。どっから持ってきたのこれ？昔、平成時代に。結構最近だね。海外から来た術師がここに住んでたの。これは彼が封印した化け物の祠。私は今からこれを使って小道という生き物の召喚の儀式を行うのよ。なんでそんなことをするの？いい？ハスヤ、私ゲボッドムースが嫌いなの。は？ゲボドムースって何？とてつもなく恐ろしい化け物よ。4本の足と12本の指で一家を脅かす醜悪な。これ？いや、見せないでよ。知らないの？そいつ毎晩うちに出るのよ。そうなんだ。重要なのはここからよ。ゲボドムースはフェリス・シルベステス・カトゥスが天敵なの。だから私はお母さんにねだった。お母さんは。ダメよ。ダメだ。その日から私はずっとフェリシチュ猫を飼育するための方法を探してきた。でも買うと高いし、最近はノラも見かけない。お金を増やす才能もない。私みたいな子供には成功法は通じないんだ。でも途方に暮れてこの路地裏を歩いている中、私は尊大なるものの使いから尊き御言葉を授かった。ここって何が封印されてるんですかって僕じゃん。記憶にないけど。はての、あれはハキンソンさんが最愛のゆかりちゃんのために建てた石像で、封印されているのは猫かカタツムリだったはずじゃが。あの石像には猫かカタツムリが封印されている。自分が思いついたことにしちゃうやつって優しそうなおじいさんと生意気そうなクソガキが。はあ、これは典型に違いないわ。もちろん私は悩んだ。どっちだろう。まって大して悩んでないじゃん。私エスカルゴ甘好きじゃない。カタツムリが出たら調理して粗末にする気か。何が出てくるかわからないのにそんな適当でいい。人は才能なんかに頼らなくても。ゲボドムースの支配から逃れて無限の未来を花開ける力がある。私はそれを証明したいの。てか保健所でもらうんじゃダメなの？風よ、西よりバテリシロフトアキンソンに封印された英雄小道よ、我らが未来を開けんとし、全てのサピエンスたちに必要となる力と知識を授けて。